さん、はい。カエルはこわかる。ぴよ。カナンコの。いや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 、いや違うよ、怒られるわ。チャンネル登録お願いします。さあ今日はということでですね、なんと楽市楽座さんでですね、2000円であるものを取ってきました。イエーイ。そのあるものとは、せーの、じゃーん。さらに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 、じゃーん。え、糸やん。紹介した。わからんけど。とりあえず、2000円でですね、トイストーリーのぬいぐるみ取ってきました。イェーイ。全部でなんか、1、2、3、4、5、6、7、7個いつじゃ、待って。1、2、3、4、5、6、7個やね。7個取ってきました。ということで、みんな名前知ってる？これ、トイストーリー4だよ。今、うん、今やってる映画ね。で、一つだけ、これ、バズ・ライトイヤー。見たことないのが入ってる。そうね。うん。一人だけね。あ、隠したね。これ、ワンワン。一つだけ。え？お、それやね。え、わかった？違うの。それホームハロウィンクルーム知ってる？何それ？名前知ってるかなと。お、え、ん、お、お、おしこちんひかけさんじゃん。ひかけさん、おしこちんさん、これ持ってるよ。あ、見たね、動画見たね。見た。なんていう名前で。いやトニー、お、トニー、欲しい、トニー、トニーやね。フォーティーよね。何？ポーチー。え？ポーチー。なんで？なんで？ポーチー。全然違う。ポーチー。あ、言うよ。え？え？ん？ポーチー。ポーチー。はい。ポーチー。お！ポーチー。え？え？ポーチー。全然違う。滑舌問題よ。ポーチー。お！お、正解！フォーティー。ポーチー。ポーチー。ポーチー。あ、俺が間違えちゃった。俺が間違えちゃった。そう。そうなんよ。名前フォーキーでございます。ということでね、ヒカキンさんがなんとね、トイストーリー4の、なんかキャラクターの声優を務めるということで、どれをするのかなっていうのをちょっとね、糸ちゃんとエニ君、この頃やっぱ当てれるから、予想してみて。エニチ君は誰だと思う？ヒカキンさんが声優務める役名はどれやと思う？バズライトとかなんかね、これウッディ。あ、ポテトヘッド？あ、でも、いいか、ポテトヘッド。ポテトヘッドが、あれな。え、これ、ね、違うと？ポーキーの声。あ、お、でも違うって言ったね。これ。あ、ポテトヘッド、やっぱり。じゃあ、糸ちゃんは、糸ちゃんは、糸ちゃんは誰やった？ヒカキンさんどれ？どれやって、ちょっとまだ大阪のおばちゃんみたいな、めばちこすごい。めばちこ、ペン大きかったらめっちゃ可愛いや、糸ちゃん。いや、ほら、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、ちょっと。出てる？これ。いや、トイストーリー4出てる、これ。フォーキーちゃう、新種のやつみたいな感じになってる。フォーキー。あれ、ストッキングマン。ギルマン、ストッキー。誰が出ると思う？どれで？どれ？アレセント喋られへん。アレセントできるの？本当に。それやと思う？注射、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 注射。フォーキー？フォーキーが、これ。豚さん。あ、豚さん。フォーキーな。と、違う。ほんと、エリ、それでいいと？ポテトヘッドじゃなくていいと？あ、ほんと。じゃあ、エリス君が予想したのは、豚さん、関さんは豚さんの声をやります。で、イトちゃんは、フォーキーを、ヒカキンさんは、やってるんじゃないかということになりました。まあ、ということで、答えは、そうですね、お会いしましょう。はい。これ持ってるよ。ねえ、持ってたね。これ、ホーキーって言うんやけど、うんうん、スプーンなの。どっちやねん。揉めたい。確かにここ。パパとママ揉めたい。これ、フォーク。ホーキー言ってるけー。そうそうそう、ちょっと喧嘩になりそうだった。スプーンやねん。スプーンでできたフォーク。もう何やねん、それな。紛らわしい。はい、ということで、もう今、はい、ということで、これの方が良かったら、チャンネル登録、高評価、またまたコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。おじゃれ！